あなたが BTS を好きになったきっかけは何ですか？世界中で活躍し、ワールドスターへと駆け上がった BTS。最近ではアメリカを拠点に活動を行っている BTS ですが、大人気となった今でも、日本での音楽活動はとても多く、海外アーミーからは、日本に対して特別な扱いをしている。日本アーミーは恵まれている、とも言われています。日本での活動が活発だったからこそ、日本アーミーが BTS を好きになるきっかけとなる瞬間が、随所に散りばめられていたのではないでしょうか。実際なぜこのように言われているのか、気になりますよね。今回は、世界中で大人気の BTS が、日本のファンに特別だと言われている理由について、ご紹介していきたいと思います。2020年頃から BTS は英語曲を中心にリリースし、アメリカの番組にも多数出演している印象がありますが、実は BTS が正式にデビューしているのは韓国と日本だけなのです。BTS は2013年に韓国でデビューし、その約1年後には No More Dream ジャパニーズバージョンで日本デビューを果たしています。そのため、日本アーミーだけのファンクラブがあったり、日本の音楽番組に積極的に出演することから、海外アーミーからは日本アーミーが羨ましがられているようです。また、日本の番組に出演した際は、通訳がいるのにもかかわらず、できるだけ日本語を積極的に話してコミュニケーションを取ろうとするところや、ファンクラブのコンテンツでは、日本のご当地グルメやイベントに挑戦する姿も見られ、日本アーミーにとっては、とても嬉しいことですよね。さらに BTS が日本デビューをし、初めてのショーケースを行った際は、メンバーが思っていた以上の人数が来たことに驚き、日本の方は情熱的、と語っていたこともありました。デビュー当時から SNS や動画コンテンツの活用が豊富であったことから、BTS の存在や音楽が浸透するスピードが予想以上に速かったのかもしれません。日本のファンが特別だと言われている理由、二つ目は、日本のオリジナル曲が多いことです。BTS は日本デビューをしてから、これまでにたくさんの日本オリジナル曲をリリースしてきました。いいね、パート2、あの場所で、Wake Up、The Stars、Good Day、Wishing on a Star、Crystal Snow、Don't Leave Me、Let Go、For You、Your Eyes Tell、Lights、Stay Gold、Film Out と、全部で13曲にも及ぶ日本オリジナル曲があります。また、楽曲制作も精力的に行う SUGA が、オミに楽曲提供をした、You が、2021年10月にデジタルシングルにてリリースされました。他にも、BTS は韓国語のタイトル曲を中心に、ジャパニーズバージョンでリリースしている曲もたくさんあるため、BTS の楽曲の中でも日本語曲の比率はとても高いと言われています。そのため、ワールドツアーを行った際は、ジャパンエディションという名目で、セットリストが組まれることもあります。また最近リリースされた、フィルムアウトは、バックナンバーのボーカルギターを務める清水依依が楽曲提供、そしてジョングクが制作に参加しており、一人で V ライブを行っている時に歌ってくれたりもしました。メンバーもとても気に入っているようで、メンバー同士で集まっている時には、口ずさんでくれたりもしています。日本語曲は、韓国語や英語に比べて、繊細な歌詞や曲調が多く感じますね。日本のファンが特別だと言われている理由、三つ目は、日本のコンサート数の多さです。実はどのツアーも、基本的には韓国での公演数よりも、日本の公演数の方が多いということを、皆さんはご存知でしたか？例えば、2018年に行われた BTS Love Yourself ワールドツアーでは、韓国での公演数が2公演だったのに対し、日本の公演数はなんと9公演。また、2020年に行われるはずだった Map of the Soul ツアーも、韓国での公演数は4公演だったのに対し、日本はなんと12公演。かなり差があることがわかります。なぜこんなに差があるのでしょうか？実は、これには明確な理由がありました。韓国には、そもそもコンサートができるような音響や設備などを想定して作られた会場が少ないためです。そのため、BTS が韓国でたくさん公演を行いたいと感じても、会場に限りがあるのです。その点、
日本には数多くのコンサート会場があり、日本各地でもコンサートができるため、動員数や公演数に差が大きく生じるようです。そして、世界各地でコンサートを行ってきた BTS は、国によってその楽しみ方が違うということも分かっており、日本アーミーに対してジョングクは、以前インタビューで、日本のアーミーは心が綺麗で、叫ぶ時の声も綺麗です。全部綺麗です。公演をするたびに感じるんですが、日本のアーミーの皆さんは、ライブを楽しみながら、音楽にも耳を傾けて、僕たちの歌を聴いてくれています。普段は静かな曲でも感想の時に叫ぶ方がいらっしゃいますが、余韻を楽しむ方が多い感じがします。楽しい曲の時はもう少し暴れてもいいのかなとも思いますけど、とにかく日本のアーミーは僕たちの歌を聴こうとしてくれます。その姿がとても魅力的ですし、僕はいつもそれを考えて公演をします。皆さんが静かに聴くことを僕は理解しています。皆さんがどんなアーミーなのかわかっていますから、大丈夫ですよ。と語っています。すごく日本のアーミーのことを思ってくれているのがわかる発言ですよね。そしてシュガも音楽番組に出演した際、僕は日本のスタジアム公演がとても記憶に残っています。日本のアーミーはコンサートを静かに見る傾向にあります。そしてその日は雨が降っていて、もう何でもいいや、どうなってもいいやっていう感じでした。でも、アイドルを披露している時に、後半のダンスブレイクの部分で踊ったり、ジャンプをしている姿を見て感動しました。と語っています。これには日本アーミーから、シュガがあの公演が記憶に残っているって言ってくれて嬉しい、というコメントが寄せられました。また、ジンは V ライブを行った際、日本の方々は静かに聴く傾向にあって、僕がソロ曲を歌った後に拍手が来て、大物歌手になった気分でした、と感動したそうです。世界中で大人気の BTS ですが、195カ国すべてに行くことはできないため、BTS のライブに行きたくても行けないアーミーもたくさんいます。しかし、日本でこれだけたくさんのコンサートを開催してくれる BTS には、感謝しかありません。現在はコロナウイルスの影響を受けながらも、昨年12月の LA 公演を皮切りに、3月にソウル、4月にラスベガスとコンサートの開催場所を徐々に拡大しつつあります。再び日本でコンサートを行う日も、そう遠くはないかもしれません。日本のファンが特別だと言われてる理由、4つ目は、BTS メンバーは日本に良い印象を持っており、特に日本文化が好きであることが知られているためです。以前、BTS のバラエティ番組、ランBTS にて、メンバーそれぞれが好きな漫画を選ぶ企画がありました。すると、メンバーは日本の漫画を見つけては、韓国版のキャラクターのセリフを叫んだり、主題歌を歌ったりと大興奮。メンバー全員、日本の漫画やアニメといった日本文化が好きで、RM は幼い頃に、クレヨンしんちゃんやドラえもんといった、日本でも国民的な人気のあるアニメを見ていたそうです。最近では、RM が自身のインスタグラムストーリーにて、ポケモンパンのステッカーをファイヤーと共にアップし、こぞってファンがポケモンパンを購入したとのことが話題を呼んでいます。気になる日本の印象についてですが、親切な人が多く、道が綺麗。日本の伝統文化もたくさんあると思う、と語っていました。続いてジンは、ポケモンとジブリ作品が大好きなようです。ジブリ作品は全部好き、とも話しており、宮崎駿監督の大ファンなのだそうです。ピアノの練習をする YouTube ライブでは、千と千尋の神隠しの、いつも何度でも、を弾いていました。さらに2018年には、兄と日本料理店をオープンしているため、数多くの料理の中でも日本料理を選んでくれたということに嬉しさを感じますよね。また BTS がデビューする前に、日本に来たことがあるのはジンだけだったらしく、その時は温泉や自然を満喫したそうです。続いてシュガは、日本のドラマや映画、漫画が好きで、特にスラムダンクの大ファンなのだそうです。シュガ自身、もともとバスケが好きだったため、スラムダンクを見て共感する部分などが多かったのかもしれません。日本の印象については、綺麗でいい場所だと語っていました。続いて J-HOPE。J-HOPE は、あたしんちと花より団子をよく見ていたそうです。
あたしんちといえば、RM とシュガとジミンの V ライブで、パーマをかけてイメージチェンジしたジミンを見た RM が、あたしんちのゆずひこに似ている、と言って、照れ笑いしていたジミンが可愛らしかったですね。日本の印象については、日本はなんというか、特別な印象があります。例えば服でも、日本と韓国のものでは違う部分があったりして、様々なものに違いがあると思います。と語っています。続いてジミン。ジミンは、ワンピース、ナルト、進撃の巨人といった、日本人なら誰もが知っている漫画を読んでいたそうです。特に、ワンピースのゾロに憧れ、剣道を習ったこともありました。ジミンは以前、ジョングクとプライベートで日本にも訪れたことがあり、食事や観光を楽しんだみたいです。アーミーから写真をお願いされることもあり、ジミンとジョングクは、この人にだけ特別に握手をしてしまうと他の人に申し訳ない、と感じてお断りしていたそうですが、アーミーの対応が温かく、ありがたかったと感じていたようです。次に、テテ。テテはメンバーの中でも、特に日本の作品をよく見ており、中でもワンピースが大好きだったそうです。また、ジンと同様にジブリ作品が好きで、以前 V ライブ中にジブリの音楽をかけて、くつろぐ様子も見受けられました。日本の印象については、綺麗な道や通りが多い印象。変わったものがたくさんあるイメージ、と語っており、韓国で行われたサイン会では、日本大好きです。日本語で質問ありますか?というほどです。ファンコミュニティプラットフォームであるウィバースでは、アーミーとよくコミュニケーションをとっているテテですが、日本アーミーの投稿にもよくコメントを残しています。日本アーミーからすると、とても嬉しいことですが、韓国や海外アーミーからすると、とても羨ましいと思うそうです。そして最後はジョングク。ジョングクは、ハイキュー、スラムダンクといったスポーツ系の漫画から、時をかける少女、千と千尋の神隠しと、幅広いジャンルの作品を見ています。日本の印象については、食べ物が美味しい、と語っているため、ジミンとプライベートで日本に来た時に食べたご飯が、きっと美味しかったのでしょうね。5つ目の理由は、番組内だけでなく、V ライブなどでもよく日本語を話しているためです。ある日、RM が V ライブにて、1分英語という企画を行ったことがありました。そのゲストとなったのが、テテ。RM が、ハロー、How are you? と聞き、英語の会話が始まっていくのですが、テテが自己紹介をする際、My name is V, I'm 23 years old, my 趣味は、と、母国語ではなく、まさかの日本語が出てしまったのです。さらに、月が綺麗ですね、とテテワールドが全開になり、RM は笑いながら戸惑いを隠せていませんでした。日本では、かの有名な夏目漱石が、I love you の訳として使った言葉ですが、さすがテテのリサーチ力。英語を勉強する企画だったのに、日本語がたくさん出てきたことに対して、日本アーミーからは、急に日本語が出てきたのは嬉しすぎる、と話題になりました。また、ジミンが楽屋で日本語を練習していたこともありました。RM に対してジミンが日本語を話すのですが、たまに文法が間違っていたりすると RM がすぐに訂正したり、途中でテテもやってきて、僕は一人で、痛い、みんな、出て行って、と言い、終始日本語の勉強を楽しんでいる様子が伺えました。このように世界中で活躍している BTS が番組外でも日本語を話してくれる姿に特別感を感じるアーミーも多いようです。その反面、例えば日本語曲で韓国語にはない、つの発音が歌詞に出てきた時はメンバー全員が違和感なく綺麗に歌い上げていて、その発音の良さに日本アーミーが驚いたことから、普段とのギャップも魅力的です。ここまで BTS が日本アーミーに対して特別な理由を考察していきましたが、そもそもなぜ日本なのか、と感じる方もいるのではないでしょうか。その理由としてまず挙げられるのが、日本の音楽市場が現在世界で2番目だということ。そして、韓国と日本の文化が似ているところもあるため、韓国の音楽が日本に受けやすいという点も挙げられます。もちろん、
経済的理由で日本活動を行うという理由が大きいと思いますが、たくさんコンサートを行ったり、音楽番組に出てくれることは、結果的に日本アーミーとしては嬉しいことですし、プライベートで日本に来てくれたり、文化にも興味を持ってくれているので、日本が好きなことには間違いないでしょう。今回は、BTS が日本に対して特別だと考えられる理由についてご紹介してきました。それでは次回もお楽しみください。ボラヘイ。